2005年浦和ベイトーザ、2006年ピーターアーツ、共にリザーバーから本戦出場を果たすという幸運を生かし決勝にまで進出したファイター、 K1 制覇への望みがある限りリザーブファイトに挑むジマーマンとテイシェイラー。しかしこの戦いには深い因縁がある。エメルトン・テイシェイラー、ブラジル。 K1 デビューから2年連続でベスト8入りを果たした極真空手世界王者テイシェイラー。しかし今年はファイナル16で惜敗し本戦出場ならず、リザーブファイトにその可能性を託す。来年は極真世界大会連覇という目標があるため、本業の空手に専念するテイシェイラー。空手家である彼にとって K1 は修行の場。しかしまだ納得のいく修行とはなっていないのも事実である。さらにこの試合に負けられないもう一つの訳、極真ファイターに3戦3勝、テイシェイラー自身2008年にダウンを奪われ敗れている因縁の相手こそこのエロール・ジマーマン。そして彼にとってこの戦い、絶対的勝利は揺るがない。エロール・ジマーマン、キュラソー。 I'm the Bunker Shimmerman。 はい。2008年ワールドグランプリ初出場でいきなり世界3位。ボーンクラッシャーのニックネーム通り、その激しすぎる攻撃で破壊されたファイターカズ・ホーシー。 KO 決着こそが生きがいのエロジマン。ダウン。そして今回相手は絶対的な自信を持つ極真ファイター。今年のつまずきは今年で終わり、K1 次世代のリーダーになるべく圧倒的な返り討ちを誓う。K1 制覇の望みがある限り負けられない訳がある。だから激しく打ち合う。負けられない訳がある。だから強くなる。エメルトン・テイシェイラ VS エロール・ジマーマン。